田村公平は、日本の政治家。参議院議員、自由連合幹事長、建設政務次官などを歴任。高知県土佐山田町出身。父は、元衆議院議員の田村良平。参議院議員時代は自由民主党議員であったが、安倍晋三の美しい国というスローガンに対しては、かなり批判的であった。2007年7月1日、田村の決起集会にて、 安倍は集まった聴衆に対し、美しい国の理念や自民党の政策を訴えた。しかし、7月16日、田村は、美しい国について、意味がよくわからないと指摘した上で、コーチは、明日の飯をどうやって食うかという、追い詰められた状況にある。絵に描いた、美しい国、日本で応援に来られて、適当なことばかり言われたら、馬鹿にされたような気がすると批判し、 そういう思いを誰かが言わないといけないとしている。開票の結果、四国四県の自民党候補の中では最も検討したものの、結局1万2000秒余り及ばず落選した。2007年7月16日、田村は演説にて7月1日に高知県を訪れた安倍晋三に触れ、私の選挙を心配するなら銭を持ってきてほしい。南海地震対策を 政府の責任で5000億円ぐらいやったら、高知は地震や台風に耐えられる県になると訴えている。農業政策についても一過こと持っており、党執行部の選挙演説内容に対して反論している。2007年7月15日、自由民主党幹事長の中川秀直が、第21回参議院議員通常選挙に立候補した田村の応援に訪れたが、翌日、 田村は中川について、高知の農産物を上海に売ればいいと言ったが、国際線が飛びもしないのに、出来もしないことを言ってもらいたくないと演説している。ありがとうございます。